前回までのカルピッピー Welcome to Raccoon City Radio。 さあということで今日も始まりました。お相手はいつもと一緒 DJ ゾンビです。よろしくお願いします。オープニングトラックは最近話題の一曲、アンコーフューチャリングギャルで一撃必殺でした。パンチの効いたね、題名とは裏腹に非常にメローなアンコー君の重低音なラップにギャルのハイトーンボイスが本当に綺麗に重なるんだよね。この二人は個人的にギャルは17歳の頃から知ってて、まあ彼女がまだ女子高生だったんだけど、まあギャルのやっぱりその才能はもういち早く見抜いてたと思うよ俺は。おい、なんだお前生放送中だぞ。どれ言ってえなっつってこの野郎。悪かった、俺が悪かった。さあこの番組ではバイオハザードもアナウンサーがガチで実況すれば怖くない説を検証するため、私元朝日放送アナウンサーの平山康介がアメリカのマサチューセッツ州で新春シャンソン歌手の新春シャンソンショーが行われ、老若男女が炙りカルビを食べながら見守りました。旅客機に乗って訪れたという右耳にミニニキビを作った男性は炙りカルビだけでなく生ナマズ、生ナマコ、生クー。いやもうね、今ね土曜日の朝8時半なのよ。無理です、昨日もあんまり寝られなかったんで。なんで滑舌はね、やっぱ朝はねなかなか回りませんよね。その口の筋肉とか、まあ声帯もそうですけど基本的に筋肉なので、また明日頑張ります。さあということでね、今日もバイオハザード RE3 プレイしていきます。昨日の続きからになっております。ラクーンハウスも第17話です。さあ女子校から次々にギャルが飛び出してきました。眠れる森の美女ならぬ眠れる森のギャルを起こしてしまいました。眠れる森の美女は王子様のキスで目が覚めましたが、こちらは硫酸弾をお見舞い、苦しんでいますギャル。硫酸弾からショットガン2発で KO。 黒ギャル白ギャルといったところでしょうか。しっかり2匹を取り切っていきました。ところに第3のギャル、この3体までしっかり倒しきらないとここを抜けることはできなそうです。鍵が閉まっています。さあここはしっかり硫酸弾、いやー距離を詰めてきた。ギャルの運動性能が高い。そして硫酸弾苦しんでいます。これは苦しそう。トリマヤバタンという断末魔が聞こえてきそうです。さらに追い打ちショットガン、しっかりと頭に叩き込んで KO です。硫酸弾からのショットガン、いい流れでした。ギャル3体にもねしっかり対することができましたね。一発ねもらっちゃいましたけれども、これでもタイラントも出てきたりするんですかね。なんか昔のプレイステーション版では戦ったイメージというか記憶ないですけど、まあリメイクなんでね何があるかわからないっていうのと、なんかねコメント欄でも少しずつ話はいただいてますけど、ちょっと原作と違うところもあるみたいですね。昨日しっかりフラグ回収してくれたメガネ君はなんか原作では別のやられ方というか、してるみたいですね。さあまたこの保安校がいたところを戻っていきます。これ保安校がなんか真空パックみたいなのに入ってるんですかね。ネメシスかな、タイラントか、ハンターとかタイラントがあれに包まれて出てくるんですか。ああいう設定いいですね。なんか世界観が深くて最高ですね。あ、これ絶対動く、絶対動く。ちょっとねやっぱぼやけてるんですよ。ほら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 、何でしたっけ、ポリゴンというかその CG がねちょっとやっぱぼやけて、これはね違うんですよ、パキッとしてる。で最近のバイオはね一応これ打っとかないと、そう起きる可能性あるんですよ。今の多分部屋入って出てきたらとどめさせてないと起きてそうな感じありましたけどね。さあいよいよこれが、ワクチンの何でしたっけ、素材を作る元になるんですかね。培地でいいのかな。これワクチンを作るのに使えそう。かわいいなジルタン、ほんと昨日からずっと言ってますけどね、急にねこのワクチン作るこの施設での一連の流れでなんか手探り感が出てるんですよ。今までねこうパキパキ何でもこう進んでやってたの、急に手探り感あるのが本当にジルタンかわいいですね。専門分野じゃない話をしてる時のジルタンが。さあこれで、ワクチンの素材ができましたので、このコアンコはいいでしょう、無視で。これ落ちてくるね、はい。素材ができましたのでウイルス、あ、じゃ何回もこれワクチンをウイルスと間違えるんですよ。ちなみにね今これだけやっぱね新型肺炎流行ってしまってますけど、ウイルスって何なのっていう話なんですけど、ウイルスと、まあ、細菌の違いって、ウイルスって生物か非生物かで言ったらすごく曖昧なところで、
まあ、定義的には非生物にもなるし生物にもなるんですけど、ウイルスって本当に小さいので、結局 DNA、 いわゆる我々のあの遺伝情報を司る DNA を脂肪の膜でくるんでるようなものらしいですね。だから細菌と比べても大きさも全然違うし小さいし、でその肺、だから細胞を持ってないんですよ自分では。だからそうやってあの人の体とか動物とかに入り込んでいって、その宿主の中でどん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 自分のそのウイルスを培養して増やしていくっていうのが、あのまあ浮遊してるウイルスですよね。でだから脂肪の膜で覆われてるので、手洗いね、やっぱ石鹸って脂肪を溶かすので、あのなんていうの、成分として、だからその膜を剥がすためにも手洗いとか、あとはお肉のね油とかもそうですけど、あの寒いところに放っておくと白く固まるじゃないですか。だからやっぱ乾燥して寒いところとかだと、あの周りの膜もね強くなるので活発になるみたいですね。皆さん本当手洗いと、だからうがいだけはあの本当徹底して体調管理気をつけてください。でこれ何やってるかっていうと、あのウイルスを素材入れたので作んなきゃいけないんですよ。これ多分だから全部 50% にバランス取れればワクチンが完成するんですけれども、あの多分書類もらってるんですけど、ちょっとそれ開くのが今めんどくさいんで、これ3パターン、ロー、ミッド、ハイの3通りが3個あるんで、27パターン全部試せばどれかでどこかで OK になるんでっていう、今すごいズボラなことをやってます。ちょっと書類読むのめんどくさいんで、もう今夜中の3時半なので早く寝たいんですけど、明日朝起きてまた編集しなきゃいけないんで、これのもうこの時間になると、そのなんだろう、あーほら来た来た、27通り来ましたね。結構時間かかりましたね。ワクチンを生成しています。いよいよですよ、 T ウイルスのワクチン生成が完了しました。専用シリンダーを取り出してください。なんかショッキングピンクでギャルが好きそうな色ですね。結局そしてワクチンを完成させたジルタン、かわいい、今のカットはかわいい。さあそしていよいよ来ました、元カレピッピー。触手だけですが、これが最終決戦となるのか。ナイフを取り出し切り刻んでいきます。ただジルもここまで元カレピッピの優しさに触れ、迷っているような仕草、微妙な表情も見せていました。あるいはこの腰につけたあのショッキングピンクのワクチンがあれば、束縛恋愛モンスターと化したカレピッピを元の姿に戻すことができるかもしれません。これまさに眠れる森のピッピ。いや別にあんまり上手くないので忘れてください。眠れる森のピッピは失敗でした。さあジルタンはこの細い排気口を通って新たな場所へと向かっていくが、そこに触手元からピッピ、物理的な束縛でジルタンを掴んで離さない。確かにここの施設に来てからのジルタンは可愛い、可愛すぎる。しかも結局しっかりとワクチンも作り上げてしまった。なんという魅力的な女性か。しかもサービスショット、このジルタンをしっかり捕まえているのは元カレピッピなのか、それともカルロスなのか。カルロスは最近姿も見えていない。ただここで元カレのしつこさに屈してしまって付き合っても、結局今彼カルロスを忘れられずにややこしいことになってしまうのであれば、今しっかりときっぱりとここでそのしつこさを振り払って蹴りをつけておいた方がいいでしょう。ジルが撃ったタンクの引火性の物質が大きく爆発、元カレピッピの触手は一旦引いていくような動きを見せました。ただあれで引くような男ではありません。さあということで、なんとか元カレピッピは振り払いました。いやー、焼夷弾に炸裂弾、アイテムボックスなどあるところを見ると、これがね、この次が、あ、いっぱいありますね武器が。元カレピッピはやっぱり爆発系に弱いんですかね。まあでもだいぶね、形も雰囲気も変わってきてしまったので、最初はねちょっと大きい、お、ちょっとじゃないですけど大男っていう感じだったんですけど、何持ってこうかっていうのは悩みますよね。もちろんねワクチンは持っていなきゃいけないと思うんですけど、まあハンドガンはもうさすがにいらないのかなっていうところはありますね。なんかバイオハザードのボスってやっぱりカスタムマグナムで最後は倒すイメージが個人的にはあるんですよね。どんな結末を迎えるか私も分かりませんけども、おそらく、次が、第全17回にわたってやってきましたラクーンハウスの最終回になるかと思います。最終回なんでね、しっかり編集して作り込んでできればと思いますので、ぜひご覧ください。オープニングでね、今日 DJ ゾンビが誰か侵入者によってやられてしまったので、まあオープニングもね、誰が担うのか、最終回のオープニングですから栄えあるね、まあ誰がやるのかなとか、その辺も含めて楽しみにしていただければなと思います。
いや、ついにここまで来てしまいましたね。本当にね、皆さんのおかげでここまで最終回まで、毎日動画ね更新して作ることができました。ありがとうございました。次がね、最終回となって盛大に盛り上げたいと思いますんで、ぜひよろしくお願いします。もしよかったら、グッドボタンとチャンネル登録のほど何卒よろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。ここまで実況平岩康介でした。